バルトロメウス・ファン・デルヘルストはオランダの画家、肖像画で知られている。バルトロメウス・ファン・デルヘルストはハールレムに宿屋の息子として生まれている。1627年頃にはアムステルダムに移っていたようで、1636年にアムステルダムで結婚している。彼の最初期の作品はワロン地域の孤児院の理事たちを描いた 集団肖像画で1路。彼がどのようにして修行したのか分かっていないが、ハールレムではフランスハルスと共に働いたようである。当時の画家はイタリアに旅をすることが多かったが、ハルスもファンデルヘルストと,と同じく、イタリアには行かず、また同じように肖像画を専門にしていた。アムステルダムに移ってからは、1639年に大型の集団肖像画、 ルロフビッケル隊長とヤン・ミヒールス・ゾーン・ブラエウ、副官とその士官たちの注文を受けている。1781年に、ジョシュア・アレノルズがアムステルダムを訪れた。同時期に、アムステルダムでは、レンブラント・ファンデインも活躍していたが、ファンデル・ヘルスとも次第に、人気の肖像画家になっていった。アンソニー・バンダイクのスタイルに似た彼の洗練された、肖像画は、暗い背景の前に、 モデルたちの全身にくまなく光を当てる手法で描かれている。これによりモデルの顔は明確にその特徴が識別可能となり、服飾や武器などの小道具に関しても、形態や固有色が明確に表現され、レンブラントの弟子であるフェルディナント・ボルやホーファールトフ、リンクはファンデル・ヘルストのスタイルを取り入れている。ルーロフ・ビッカー隊の肖像キャンバスに、この原因としては、 ファンデルヘルストがバンダイク風のモチーフを画面に導入したことが挙げられている。ベスト・ファーレン条約締結を祝うアムステルダムの死、警備隊キャンバスに、油彩23、232センチメートル547センチメートル1648年、アムステルダム国立美術館彼の集団肖像が、ベスト・ファーレン条約締結を祝うアムステルダムの死。 警備隊は1648年に描かれ、高い評価を得た。2006年6月25日、アムステルダム国立美術館に展示されていた、この絵画にスプレーが吹き付けられる事件が起こった。このために、表面のニスに影響があったが、大きなダメージはなかった。犯人はドイツ人男性で、以前にもドイツで、 多くの海外に対して破壊行為を行ってきた人物であった。ファンデルヘルストは肖像画だけでなく歴史画や宗教画もいくつか残している。ありがとうございます。